もうなんか赤嶺さんは聖母マリアを買ってきてくれたもうデコじゃないの誰やってなるじゃんなるとなるけど何で電話持ったら赤嶺さんマリアが電話持ってたらいいんだよマリア電話持ってたらそんぐらい言ってもいいと思うマリアが電話持ってたらいいよ受話器マリアってあれよく見るやつでしょそうそうもう教会にあるやつセブンまでいっぱい出てきたけど、それっぽいしかも全然違ううわ怖っなんかもう気持ち悪いん出てきたんだけどもうなんでこんなのググらせるの出てきたねマリアだったらなんか血目か血ばっかそうドキドキしちゃうセブンマリアと調べたら出てくるんですってああ塩舐めなきゃ気持ち悪いマリア様でググったらいい感じのいっぱい出るよもうじゃあもう塩なめ的ななんでよ塩と聖母マリア全く違うじゃん塩はお母ちゃんこれでさ塩って言ったら面白くないなめてうがいしてうがいうがいうがいなめちゃダメだよ飲んじゃダメだようがいしてうざいなあそういうことするのじゃあこっちはキリスト教じゃない塩はさなんかもう仏教的なあれじゃないもうそもそも違うじゃんうわまずいことしようマリア様はキリストの母でしょキリストって誰？ねえキリスト教は知ってるけどそれよキリストって誰？クリスマスの誕生だからねあ、キリストって人物がいるの？そうよザビエルでしょそれ教えに来た人フランシスコ・ザビエルがキリストでしょ多分確か紀元前でキリスト生まれた時ってからじゃなかったっけだからフランシスコ・ザビエル私大好きだったザビエル食べあげたらもっと知っとく